なので、いやこれは面白かったな。なので今回は絶賛のレビューになると思います。いや本当ですね、うん、すごかった、感心しちゃった。はい、こんばんは、下井です。こんばんは、竹井ひろなです。こんばんは、早川洋平です。はい、始まりましたね。はい。おとらじで、今回はですね、はい、ちょっと一個だけ最初に報告しておかないといけないことがあります。はい、第166回直木賞。僕の予想はですね、前回のメキシコに続いてロシアが取ると思ったんですが、逢坂冬馬さんの、同志少女よ敵を撃てだったんですが、今回は見事に外れました。ついに外れた。初めてちゃんと外した。はい、で、今回2作同時賞で、時代物2冊って本当珍しいんだよね。米沢ほのぶさんの国老城と、今村翔吾さんの西王の盾。これね、やっぱちょっと視点が1個抜けてた。抜けてた。これ2人とも、候補3回目で候補貯金があったんだよね。ああ、あの人いいよね。まあまあいいんじゃない。で、今活躍してるじゃない。うん、そういう部分の、前作までとか今までのキャリアを含めての、受賞という点で考えると納得できるのかなというふうに思いました。なるほどですね。うん、難しい。奥が深いですね、直木賞。そうね。でも今回はね、久々にというより初めて外したので、まあ、また次から当たるんじゃないでしょうか。これでまた肩のね、力、まあ、もともと入ってないですけど、はい、まあ、さらに抜けていいかもしれないですね、うん、次回ね。そうですね。はい。で、ちなみに、今日これをご覧になっている人になんですが、実は昨日ですね、コロナが感染者ついに4万人を超えまして、日本で。で、急遽、また再びですね、リアル収録を諦めて、ズームに戻っています。この絵を見ると、一目瞭然。でも早く、リアルに戻したいね。ねえ、せっかく戻ったんですけどね。うん。収録前に、いつもランチを食べながら、そうなんですよ。だらだらバカ話をするんですけど、あれが結構楽しいんだよね。そう、やっぱそこが大事ですよね。はい。また近くね、それも復活したいですね。はいはい、本当ですね。はい、では、はい、今回はですね、世界の名作、傑作シリーズ第2弾ということで、これです。来ました。1984、1984年、ジョージ・オーウェル、IQ84 という村上春樹さんの小説の方では全くありません。うん、で、正直に言います。僕ね、実はこの、パリ・ロンドン放浪記とか、カタロニア参加とか、エッセイ集とかを読んでたの、ジョージ・オーウェルって。はいはいはい。で、これ読んでなかったね、これだけ。あ、意外ですね。そうだった。で、今回これを読んで、ものすごい感心しました。この2、3年で読んだ小説の中では最高だった。すごい。名作ですね。すごい。いや、本当に名作だ。すごいよ。ちなみにさ、前回の罪と罰読んだ時、みんなさ、なんか古臭くて読んでらんないって言ってたじゃん。そこまではっきり言ってたから、うん、これやっぱ現代読む価値ないって言ってたじゃん、みんな。ものすごいしんどかったって読むのが。まあしんどかった。しんどかったですね。うん、で、謎解きとしてもチャチだし。うん。うん、で、あれがね、連載してたのがね、1866年なんですよ。うん、で、これ書かれたのが、1948年、うん。80年ぐらいしか違わないのに、これって読んだらもう現代の小説じゃん。いや、本当に全然。全然。うん、全然古くない。うん、で、罪と罰をはっきり言っても、ああ、歴史小説だな、みたいな感じじゃない、うん、サンクトペテルブルグだし。はいはい。っていうのでね、今回は良かったね、うん。ものすごいおすすめです。うん、なんか、こっちもね、まあ、よくあるその、うん、なんかノルウェーブッククラブとか、なんかランダムハウスモーナルライブラリが発表した文学史上最高100とかに入ってて、うん、まあ、そのランキングってね、この間の話なんです、うん、当てになんないっていうのが散々、罪と罰で分かったんですけど、うん、こっちはま、本当に入れていいなって、その読んでない、僕は偉そうに思われますけど、やっぱ違いますね、全然ね。違いましたね。僕、ここまで面白いと思わなかったのよ。へうん、もっと浅い本かと思ってた。うん、そのさっきイラさん、ジョージ・オーウェルの、うん、何でしたっけ、エッセイとか読んでるとおっしゃいましたけど、うん、やっぱりなんかこう、エッセイを読んでからの小説っていうところで、うん、なんていうんでしょう、感じるものとかありました？あのね、ジョージ・オーウェルって、エッセイとか、このパリ・ロンドンとかだと、ノンフィクションの方ですよね。実はね、これがデビュー作なんだけどね、この本ね、ジョージ・オーウェル嫌いだったの。あ、そうなんすか。自分で書いといて。そう。これ後でちゃんと話すけど、うん、ジョージ・オーウェルって、上流階級の下の方の人なのよ。うん。ジョーの下の人なの。なので、逆に、こういう労働者階級とか、貧しい人たちのことにシンパシーがすごい強くて、うん、
だからなんか割といい人レッスンなのかなと思ったら、とんでもない球を放り投げてきたって感じなんだよね。確かに結構エグい感じ、ね、ちなみにジョージ・オウェルって言うとなんかさ、労働者階級の名前じゃない。ああ、そうなんだ。まあ、いかにもそんな感じです、ね。ジョージ・オウェル本名は全然違うよ。あ、貴族的な人なんだなと思う。名前、ジョージ・オウェルの本名はエリック・アーサー・ブレアだから。ああ、いかにも貴族って感じ、ね。エリック・アーサー・ブレアって言ったらもう、ねえ、もうブレア首相。オックスフォードか、どっか出て、そう、ブレア首相、本当そういう感じ。確かに、うん、なので、いや、これは面白かったな、なので、今回は、絶賛のレビューになると思います。いや、本当ですね。うん、すごかった。感心しちゃった。いや、まあね、前回、罪と罰で僕も言い出しっぺでちょっと責任を感じたし、まあ、それはそれで読んでもちろん良かったんですけど、うん、なんか、この、おとらじで、この、うん、まあ名著というか名作集第1弾で、ちょっとまた重いの、ハードなの来るのかなと思う方も、まあ、逆にぜひ期待してもらいたいですよね。そうですね。いや、これは面白い。ちなみに、この本って、英語圏で、調査したアンケートで、名前は有名だけどみんな読んでいない本の中のトップ3に入るぐらいなんだよね。そうなんだ。もう読んで、あ、意外ですね。そうなんだ。うん。やっぱね、この本って先入観というか、はい、みんなね、ちょっと持ってるのよ。みんな内容に関しては知ってるから、未来のその圧倒的な専制主義の国、権威主義の国におけるディストピア小説だってことはみんな知ってるわけ、うん、で知ってるから読まずにいいやって流れちゃうんだよね。うん、まあ、確かに、うん、なんか知った気になっちゃいますよね、読まなくて。なっちゃう。でも、うん、あらゆる未来ものの暗い映画あるじゃない、ブレードランナーとかさ、ああいうの全部ひっくり返ってもこっちの方がはるかに上だったね。すごい、絶対絶賛ですね。いや、すごかったよ。びっくりしたな。本当ですね。いや、楽しみです。うん、はい。でも詳しくは本編でということで、じゃあ、そうですね、ヒロさん、はい、お便り質問お願いできますか。はい、じゃあ、まずお便りからいきたいと思います。はい、イラさん、早川さん、ヒロナさん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。はい、ちょうど1年前にこちらの番組で、彼女ができましたと報告させていただいたものです。おかげで本日、うん、交際1周年を迎えることができました。よかったね。幸せな報告です ね、彼女もセックスに、積極的かつオープンな人で、先日もイラさんのミルク、うん、初めて彼を買った日を2人で一緒に読み合いました、うん、お互いに なんてプレーだ。現在週に一度は彼女とむつみ合う日を決めており、おかげさまでとても幸せな日々を過ごしております、これからも放送楽しみにしておりますという。幸せ なんかさ、ちょっとなんか幸せすぎない？いいですね、本当に。むつみ合う、むつみ合ってます。ヒルさん、どうですか、むつみ合う感じ。むつみ合うなんて初めて聞きました、ね。もうなんか純朴な感じがしていいですね。いや、素晴らしいですね。はい、じゃあ次質問です。はい。おとらじメンバーのファンの22歳の女という、面白いペンネームをつけてくださってる。はい、おとらじのお三方のことが大好きです。最近私はスポーツで体を動かしたいと思うことが多いです。バドミントンのシングルスやダブルスを少しやっており、それも楽しいのですが、チームでやるスポーツをやってみたいと思うようになりました。サークルのようなものを見つけられるか分かりませんし、私は休日がとても少ないのですが、スポーツは何がおすすめでしょうか。東洋経済オンラインに、既婚男性は学生時代に運動部、特にチーム競技をしていた人が多い、既婚女性も男性ほどではないが同じ傾向があるという記事があり、印象的でした。私は学生時代にやり残したことがあるスポーツ、特にチーム競技に打ち込むことを今やりたいです。アドバイスお願いしますということなんですが。この人は女性男性？女性です。あ、女の子だよね。はい。じゃあさ、でも集団でやるスポーツで女性っていうとさ、うん、結構少ないじゃん。うん、そうですね。今ね、パッと思い浮かぶのは、ソフトボール、バレーボール、バスケットボールなんだよね。うん、女子サッカーもあるけど、めちゃめちゃ走るからね。あ、フットサルとかでもたまにね、女性入ったりしますけど、あ、まあ、現実的には、うんうん、まあまあ、周りの辺かな、うんうん、そっか。あとテニスとかは、まあ、集団じゃん。テニスは集団戦じゃないね。バドと一緒だから。二人、ペアで、まあ、そうですね、うん。本当の集団ってちょっとそっちになりますよね。バスケットとバレーとか。うん、ちなみにお二人はな、あの学生時代はどんなスポーツをやられて、スポーツやってたかわかんないですけど、うん、どんな部活を。僕はね、小中学校の時に剣道をやってて、で、大学の時にテニスやってたかな。僕はまあ、あのね、まあ、ひたすらサッカーですけど、なんか大学でちょっとだけバドミントンとか卓球とか
なんか遊んでましたけど。でも、体のしんどさを考えるとさ、サッカーめちゃめちゃ走んないといけないから、いや、てかもう無理です。まあ、バドだったら、まあ、体力あるのかもしれないけど、うん、なんか、きつい順でいいんじゃない？一番楽なのは多分ソフトボールだと思うんだよね。はいはいはい。うん。で、な、確かに。うん、で、次がバレーで、一番きついのがバスケット、うん。で、女子のフルコートを使ったサッカーだと思うんだけど。うん、なので、うん、まあ自分の好きなのをその中から選べばいいんじゃないかな。集団がいいんだよね。うん。うん、でも、なんか、フットサルとか男の人多いからモテそう、言ったら。ああ。でも、フットサルってなかなか試合出られなくない女の子ってか、フットサルって逆にきついんですよ。うん、あのサッカーって、実は、あの、かなりもう端っこ寄ってれば別にいいから休めるんだけど、フットサルって休めないんですよ。すごい狭いから。だから、ただ、多分僕も全然最近やってるんですけど、うん、今こういう時代だから逆にもう女子のフットサルだけの大会とかあると思う。うん、あ、なるほどね。ただそういうのだったらいいかもしれないですね。初心者歓迎、ね、うん。でも技術を求められちゃうよね。あ、そうでもないか。まあまあ、なんかね、初心者しかダメですみたいなのもあるんですよ、逆に。うん、あ、じゃあいいかもね。って言っても、その初心者の幅も実は広いんで、これ絶対初心者じゃねえだろみたいなのもあるんですよ。確かに、足でボールを操るっていうことは、そもそも難しそうな気がします。そうね。まあ、日常生活ないよね、うん、やることね。うん、でもなんか僕、この人さ、実はさ、そんなにチームスポーツ向いてないんじゃないかと思うんだけど。言っちゃった。そうなのかな。っていうか、なんか大人ちとかさ、好んで聞いて、22歳の女の子って、まあねって言っちゃった。多分そんなに集団行動が得意な気がしないんだよね。あ、だからちょっとやった方が、みたいな思ってるのかもしれない、ね。あ、まあね、うん。ちなみに、あの、お便りにスポーツをやりたい理由も書いてくださってて、うんうん、単純に体を動かしたいっていうことがまず一つと、うん、スポーツをやっている人は爽やかで異性からも同性からもモテそうな、うん、友達が多そうな雰囲気があり、私もそんな人になりたいと思うからですというふうに。いや、そんなことないんじゃない？意見ありそう、ほら。いや、全然ないんじゃない？まあでもなんかスポーツやってる人って確かに爽やかに感じちゃうな。うん、まあね、感じる、うん。ただなんかスポーツだけだとダメなんだよな。へえ。なんでだろうね。なんか、自分がガチでやってた立場で言うと、やっぱ常にその、なんかスポーツバカ、サッカーバカにならない、なんかその恐怖あったし、それで大学入ってなんかもう一切大学、あの、サッカー以外のことやっぱやりましたね。そういう、今、井田さんが言うようなことがあった。そう。あと、ものすごく監督のことを神様みたいに信仰しちゃうタイプが多いよね。うん。完全超縦社会。うん、だからそういう価値観っていつまで持つのかなって僕は思うんだけどね。うん、日本にとっても良くないよなっていう、うん。もうそれでね、老人支配国家みたいなのが延々続いてるわけだから。確かに。なので楽しくスチームスポーツをやってもいいけど、スポーツの中のそういう良くないところは少し、うん。うん。うまく自分の中からこう捨てていかないと、これからしんどいよね。生きていく上でって思うけどな。なるほど。勉強になります。ありがとうございました。はい。はい、ありがとうございます。さあ、そして、番組からお知らせです。小説家スペシャル、この番組でたびたびやっていますが、今回ちょっと画面共有しますが、前回もお届けしました。みんなが考える小説キャラ設定ということでですね。うん、そうだね、はい。テーマ、スーパーヒーロー小説、もしくは不倫恋愛小説。うん、これですね、キャラクター設定をしようと、テーマごとに4名以上、名前、性別、性格、年齢、背格好など、ご自由に設定いただき、タイトル、ストーリーは不要なんですが、これを応募してみようという、今回企画です。で、はい、2月10日締め切りなんですが、井田さん、一言だけこの企画について、もうすでに集まりつつあるようですが。おお、結局、今のエンターテインメントって、一番大事なのは、ストーリーとか、設定とか、じゃなくてですね、やっぱキャラクターなんですよね。ねえ。で、これだけアメコミとか、まあ、鬼滅の刃でも、呪術廻戦でもいいけど、ヒットしてるのは、みんなキャラクターがいいからなんで、みんなにもぜひ一回、キャラクターを考えるっていう、遊びというか、レッスンというのをやってもらいたいなと思って、この企画を立てました。はい。ということで、うん、2月10日締め切り、結果発表2月下旬、発表いたしたいと思いますので、ぜひぜひ、ご応募いただけたらと思います。で、楽しんで極端なキャラクターみたいなのを作っちゃっていいので、バリバリ、応募してみてください。はい。ということで、はい、ちなみに、僕がいいなと思った人にはですね、サイン本を、お送りするというプレゼントもあります。ね、楽しみですね。はい、はい。楽しみにしていただけたらと思います。詳しくは概要欄をご覧ください。はい、ご応募お待ちしております。はい、
さあ、ということで、オトラジ、1984、この後本編でたっぷりとお話をしていきたいと思いますので、詳しくは、4つ、ご視聴方法がございます。YouTube、メンバーシップ、ニコニコ動画、Apple サブスク、そして audiobook.jp、いずれかの方法でご視聴いただけますので、詳しくはこちらの概要欄をチェックしてみてください。それでは、後ほどお目にかかりましょう。いや、ジョージ・オーウェルは別に何て言うの、文章が綺麗だとかっていうタイプの人じゃない。割とデビュー作がルポルタージュだからね。そっちですもんね。だから、うん、この人自分の貧乏生活、ロンドンやパリで暮らした貧乏生活のことを書いてデビューしてるから。で、その時にこういうそんな貧乏な話なんて、まあ、この人はねちょっと上流階級の出身なので嫌だなっていうことで、自分の本名は使いたくないので作った名前なんだね、ジョージ・オーウェルって。いやー、面白い。なのでこれはね、本当にオトラジ見てる人には本当におすすめです。今世紀のベスト5に入る。